何年か前には暮らしていたはずなのに、まだ東京に馴染んでいません。でもこの街はどこか懐かしくて好きです。実は今日、商店街の福引きに行こうと思っています。ドリームキャストアワー、伝え、ホワイトイルミネーション。こんばんは、千葉紗友子です。いやー、イベントは盛り上がりましたね。なんだそうだそうだ、たくさんの皆さん来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。とっても嬉しかったです。はい、またやろうね。そうだね、やりたいですね。はい、8月ももう半ばに入って、うん、お盆どっぷりって感じですけれどもお盆どっぷりってなんじゃお盆のシーズンどっぷりっていう感じでね。あ、はい、まあ、帰省とかいろいろあると思いますけれども、はい、夏に旅行ってなんかほら定番あるじゃないですか。はい、旅行行く時期ってさ、車が混んだり空いたりするけど、逆にさ、今東京が旬よ。うん、あそうかそうかそうか。私日本語どうかしてるね。うん、なんかね。ね。まあそれ前から知ってるから。あいたたたたあいたたたたたた。っていうかさ、聞いてくださいよ。はい、何ですか？私ね、うん、車の免許取ったの。うん、わー、おめでとう。免許だった？もうバッチリ。やった。でもこの水田道路とかっていうのさ、見るとワクワクしない？するの。もうね、運転したくてしたくてしょうがないんだけどね。そうだね。何がでもいいな。うん、そんなことないですよ。こうちょっとこの空いてる時期にドライブ行きましょうよ。あ、いいね。うん、私運転する。いや、私は私免許取ったんだから。私はもう今ペーパーじゃんだもん。今の話の流れぐらいって私でしょ。へえ。まあその代わり命預けてくださいね。あ、いたたた、じゃあ別の車で運転でドライブ行こうよ。それつまんないよ。私も運転したいよ。みんな怖がって乗りたがらないんだもん。じゃあお互い、うん、じゃあ練習ということで。あ、そうだね。お互いにね、お互いにね、ちょっと気合いながら。危なくてしょうがないよ、そんな。じゃあ無事にドライブに行きたいと思います。はい、はい、それでは今夜も飛び出しましょう。行き先は北へ。ドリームキャストアワー、北へ、ホワイトイルミネーション。この番組はメディアファクトリーとハドソンの提供でお送りします。 by ハドソン。大好きな彼女に再び会うために、夏の北海道は緑が眩しく、ワインダーの中の彼女にまたとても眩しかった。北へ、フォトメモリーズ、ドリームキャストにて発売中。君はもう知っているか。この一冊で全てのゲームが分かる、選べる、楽しめる。ジュゲム、ジュゲムは毎回2つの特別付録付き、話題のソフトの攻略本と新作ゲーム情報、まさに月に1回のゲームの神髄。ゲームグーグーマガジン、ジュゲム、メディアファクトリー。あなたが何気なく言い放ったその言葉の裏に隠された血も凍るような本音、そいつを聞き捨てならん。なんでっしょ。早速行ってみましょう。はい、神戸市の、本名希望、出口ゆってさんからです。はい、ゆかさん、さいこさん、こんばんは。こんばんは。先日1万円を挟んでいた雑誌がなくなっていたので、母に机の上にあった雑誌知らんと聞いたら、あー今日はアーヒン回収に出したけどと言っていた。これね、フォトメモリーズを買うために隠していた1万円なのに。だって、あー出たばっかりのフォトメモリーズ。また貯めてください。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。続いていきたいと思います、はい、埼玉県のペンネームコロスケ35さんからいただきました。はい、先日夜僕が寝ていると突然携帯電話が鳴り始めたんです。時計を見ると夜中の3時。相手は友達で緊急の用事かと思い出てみると、あ、もしもし、あ、俺だけど暑くって眠れないんだよ。でも用はないからさ、切るね、じゃあね。
なんですかこんな夜中に。しかも僕は一言も喋っていない一方的に言ってきたのそれで涼しくなれたのかな、ね、その友達は。そうなんだろう。あーでも夜中にベルが鳴るとびっくりするよね、なんか本当緊急かと思ってね、もうやめてほしい ね、 だよね。でもそれでゾーッとして涼しくなったかもしれない、そのもらった彼も、もらったか、そう ね、うん、でもこの人寝てたんだよ大迷惑大迷惑ご主人様です。はい、続いていきたいと思います。千葉県のペンネームスケルトンさんからです、最近大腸炎になった僕は自宅で寝ている時にうちの兄が何も知らなく、夏風邪はバクが引くんだぞ、なんですか、この痛みはわかるまいわかんないなすごく気を小さいのかしら、ね、でも大腸炎の炎の字が違うあったあったこの痛みを分かち合っております。はい、ありがとうございました。はい、続いていきます。岩手県のペンネーム長月はじめさんからいただきました、はい、僕がこの前家で勉強していると選挙の車が来て、これがやたらうるさいんだよなと思っていると、なんとその車は北へ北へをよろしくお願いいたしますと言っていた。なんですか、北へよろしくって、北へホワイトイルミネーションに行くってこと、うん、そうそう、すごい、選挙でそんなことがあるわけなわけないでしょなんかね、うん、岩手県の方で、菊池北へさんって方がいらして、その方の、こう選挙者、あ、ひらがなで書いてありますけど、うん、これはでも鍛えるっていう感じ、金編に、あ、金編に、関数字の8、うん、金編って言うんだっけ、違うのあれ何ですと、ドリームキャストアワー北へホワイトイルミネーションをお送りしておりますが、新北へじゃんけんリベンジのコーナーです。今日はですね、大谷育恵さんのピアノの発表会ですって多い何やってんのよなぜかここにピアノがある、電子ピアノ、イエーイ、なんでかな、なんでピアノあるのかな、それはですね、この期待探検のコーナーで、はい、私が先に、10勝1引き分け、しましたので、はい、それでゲットできた電子ピアノ、ドゥエーイ、先生さようなら先生さようならかい先生さようならかいあー、そう、はい、あ、すごいよ、もらったのよ、今ね、1,2,3,4,5 オクターブあるね、すごいね、言ってみるものだよ、ね、はい、いや、まさか本当に本当にこうなるとは、え私は思ってたよ。ありゃあ。ありゃあ。ああ、そう。いや、いいね。いいですね。いい音よ。いや、もういいからさ。じゃあさ、イクエさん、イクエさん、今度さ、それで、大谷イクエリサイタルっていうのやらないあのね、リサイタルできるほどの腕前じゃないのよ。どうして？ピアノあるんだからやろうよ。あればやれるってもんじゃないよ。それやりたい気持ちはあるけど、一曲まるまる弾けるほどの腕前はないのよ。そう、私前説やるよ。じゃあこうさえちゃんがこう、ハトポポ歌ったり、チョウチョ歌ったりとか、歌も歌う。そうそうそう。うん。やるやるやる。マクマもやるし。マクマ。マクマって言うほどいっぱいあるか。すごいな。で、一曲なんか30秒ぐらいしかない。すごい。いや、いいな。ほんとだよ。いい感じよ、これ。あら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 。私頑張るよ。うん、ただね、うん、心なしか目に力がないよ。あ、そう。いやでもね、あの片寄さんが、うん、残念賞になくくれるって言ってたから。あ、そうだね。そうそうそう。ね、そうそうそう。それで何がいいかなとか言って言ってて考えるなって言われて。こっちに任せろって言われて。残念賞でじゃあもらったものを今度披露してもらう、ね。そうですね。はい。うん、楽しみだね。うん。さえちゃん。うん。よかったね。うん。ね。本当だね。はい。じゃあ、新期待じゃんけんリベンジのコーナー今日やらないの？口が曲がってるよ。やる？あ、いや、でも今回はまあ、お披露目っていうの？ブー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 。
はもう知っているか。この一冊で全てのゲームがわかる、選べる、楽しめるジュゲム。ジュゲムは毎回2つの特別付録付き、話題のソフトの攻略本と新作ゲーム情報、まさに月に1回のゲームの神髄。ゲームズームマガジン、ジュゲムメディアファクトリー。アルフォーリッチレーザータイプ4ダイレクトオーディオ、F0X ギターアレンジエディション。ゲーム音楽は CD で楽しむ、絶賛発売中。メディアファクトリー。月夜あなたが好きよ、誰よりも好き、早く私を連れて。森高千里、映画もう一度会いたくて主題歌、真昼の星、安静よ。なお失礼しました。ラジオドラマのお時間です。小鳥とめぐみの夏物語第5話。商店街の福引きで、なんと小鳥ちゃんは2等賞を当ててしまいました。2等賞は屋形船クルージングのペア券。私たちは早速浅草へと向かったのです。うわー、これが雷門ね。外人さんもいっぱいいるね。ねえ小鳥ちゃん、次は中見せ行こう。うん。見て見て、いろんなお土産がいっぱいあるよ。本当だ、日本のお土産勢ぞろいだね。うん、ねえめぐみちゃん、みんな何してるのかな。手で手にかけてるよ。私もやってみようと。あ、私もやる。うわ、ケップ。初めての浅草見物、雷門に中見世に天照寺、どこも日本情緒たっぷりで、まるで日本という外国に来たみたいでした。そして夕暮れ、目的の屋形船へと向かったのです。これが屋形船、大きいね。もっと小さい船だと思ってた。これならたくさん乗れるね。そうだよね。じゃあ乗ってみますか。はい。あれ、誰もいないよ。私たちだけ？船間違えてるのかな。船出ちゃったよ。ということは私たちだけなの？貸し切り？うわー、貸し切りだ、貸し切り。あっち。今の何？叫び声。あっちから聞こえたよ。うん、私見てくるね。そう言うと小鳥ちゃんは船の奥の方に向かっていきました。ちょっとダメよ、そんな上げ方じゃ。きちんと水気取ってないでしょ。ああ、そういえば忘れてた。だから跳ねちゃうのよ。あ、ほら貸してみて。いやー、うまいもんだね。そんなこと。でも他に誰もいないんですか？いや、それがその親方がね、倒れちゃって。え、病気なの？いや、過労だと思うよ。働きづくめだったからね。で、今日も船に乗ろうとしたんだけど、無理やり休ませたんだよ。俺一人でできますってね。かっこいい。大丈夫だと思ったんだけどな。客二人だし、子供だし。あ、ひどい。ごめんごめん。
でもまだ若いよね、高校生。はい。でもなんで高校生が屋形船に。あ、それは福引き、あ、じゃなくて東京見物ですよ。東京見物、普通来ないんじゃないかな、屋形船には。でも見物してるということは遠くから来たの？どこから来たの？札幌よ。あ、札幌か。うん、来たことある？ないない、行ってみたいけどな。北海道ならすぐ一人前の料理人になれるかも。なんで？だって素材がいいからそのまま出せばいいんだもの。なるほど。あ、でもその通りかな。行ってみるかな、北へ。あ、うん、来て来て。あのね、うちのお母さんがお料理番組やってるから出てよ。いいね、テレビか。うん、その番組ってね、お料理が下手な人しか出られないのよ。ちょっと待った、水気取るのは忘れたけど、それ以外はうまいんだよ。ほら食べてみて。うん、うん、わかった。あ、ほんと美味しいだろ。楽しそうなとこ悪いんですが。あ、めぐみちゃん。ああ、お友達の。中学生かな。高校生です。ごめんごめん、あんまり可愛いからさ。俺の天ぷら食べてよ。はい、お腹すいちゃった。いただきます。暑いけど美味しい。そうかい、ありがとう。あ、ねえ、さっきから気になってたんだけど、どうしてお客さん少ないの？花火終わっちゃったからかな。花火？そう、隅田川花火大会。親方もその時の疲れが残っちゃってね、お忙しだったから。隅田川の花火ってすっごく有名なやつでしょ。行こうと思って楽しみにしてたのに終わっちゃったんだ。うん、残念だったね。ところで二人はどのあたりに泊まってるの？うん、神楽坂。神楽坂か。じゃあ神宮の花火が近いよ。神宮？ああ、確かまだだったよ。うわ、いいこと聞いたね、小鳥ちゃん。行こうよ。お兄ちゃん、今日は板前さん見習いの人と知り合いになりました。料理人のくせにどこか抜けてて楽しい人でした。そして花火大会のことを教えてくれました。あの人と花火に行ったら楽しいだろうな。でもやっぱりお兄ちゃんと一緒に花火を見たいです。そして青木誠さんでした。いやー、いいですね、夏っぽくてというかですね。ねえ、はい、さあちゃんはさ、屋形船って乗ったことある？ない。うっそ、ないんですよ。あら、乗ってみたいなとは思ってたんですけど、早くしないと夏終わっちゃうかな。あれでも冬とかもやってんのかな。やってるのかな。やってないかもね。もう適当に物を言うなって感じだけどね。いやでもね、いいもんだよ。ねえ、すごくね、乗りたいんですけど、うん、なんかそうね、屋形船、うん、あるよね。なんか高いとかって聞いたこと。いや、そんなことないよ。あ、でもそっから1万円ぐらいしちゃうかな。でも飲み食いして、うん、それでこう景色が見られるわけだから。そこそこだけどね、得てしてね、飲み食いしてるだけで終わっちゃうとね、ただの普通の料亭にいるのと同じような感覚にもなるのよ。あ、そっかそっか、うん、だからこう、窓開けないと船乗ってることを忘れてしまうっていうかね。外向いて食べるわけじゃないから。そうなのよ。そうかね、たまにこう酔っ払って、あの船に酔っ払っちゃったりとかすることもあるし、うんうん、下が畳だからね、すごくいい感じなんですよね。そう、じゃあ来週は屋形船からお送りする。あ、いいね、いいね。うん、じゃあそうしよう、そうしよう。決めて決めた。はい、決めて決めた。はい。
今ですね、はい、このドラマのアイデアを皆さんに募集してるんですけれども、はい、すごいいっぱいいただいて本当にありがとうございます。まだまだ募集しておりますけれどもね、はい、あまりいっぱいでね、しばちゃんがどういうふうにまとめていくか今頭を悩ませているところなんですけれども、そうですね、でも全部ちゃんとまとめていただきたいと思いますので、はい、皆さんからの、いろんなアイデア、はい、お待ちしております。たくさんおはがき送ってください。はい、お兄ちゃん待ってるね。街や自然のことが知りたい。はい、お任せください。今夜も期待の世界から最新情報をお届けいたしましょう。期待エクスプレス。では呼んでみましょう。はい、ハドソンのゴイさん。こんばんは。よろしくお願いします。あら、今日はメディアファクトリーの荻野さんも一緒ですね。はい、こんばんは。よろしくお願いします。荻野さん、実はゴイさんの座狙ってるでしょ。はい、あ、もうこんな座でよかったら、ちょっと今度人気投票でも、はい、お願いします。はい、ちょっと遅れましたけど、はい、フォトメモリーズ。あ、ありがとうございます。はい、お家でやってくださいね。僕には、僕にはないよ。ないじゃないですか。え、荻野さん持ってないの？持ってないですよ。これは聞き捨てならないな。本当に。来週だね。そうですね。ね。お願いします。ところでね、ゴイさん。はい。今日はね、おはがきが来てます。な、ん？普通おたならぬ、ゴイさん応援はがき。何？ありがとうございます。はい。ですね、茨城県の高星つともさんからいただきました。皆さんこんばんは。こんばんは。7月24日キャラクターショー行ってまいりました。入場するのに3時間、入場してから1時間半、とても大変でしたけど、期待グッズを購入することができました。それからゴイさんに会うことができたのでとても嬉しかったです。それですね、ラジオを聞いている感じではなんとなくインチキ臭い人だなと思ったんですけど、実際会ってみるととても爽やかで好感の持てる人だなんて、びっくりしました。女性スタッフにあれこれ言われてテキパキ働いているゴイさんの姿がとてもけなげで印象的でした。頑張れゴイさん。ありがとうございます。ファンレターですね。ですね。ねえねえ、そういえばさ、はい、そのゲームショーもさることながら、この間やったイベント盛り上がりましたけれども、はい、私はちょっともう一度確認をしておきたい。はい、はい、あそこでちょっとついうっかりということだったんですけれども、ほら、大食いね。あれは本当ですね。OVA あった。あれは本当です。まあ、あの場で一応確認の電話をして、で、また再度戻ってですね、会社に、僕頭を下げて、はい、やらせてくださいという確認取りましたので、すごい。やります。すごい。武士に二言はないって感じだね。そうですね。あ、武士だったんだ。もともと武士ですから、ね。武士だったんだ。素晴らしいよ。で、今度もう荻野さんから言葉を引き出したら、絶対それがもう真実になるんだから。なるなる。武士だ。ね、もうどんどん会話を引き出していこう。ねえ。いやー、でもすごいですね。いやー、この OVA は、はい、この前に言ってたデジタルアニメーションとは別なんですよね。別ですね。いつ頃とかっていう、はい、これはですね、まあ、早くて来年の1月2月ぐらいかなと。早いですよ。はい、来年1月2月なら。そうですね。そうか。なのでちょっとね、皆さん情報を聞きたいと思うんですけど、はい、もうちょっとまた我慢していただいて。そうですよね。はい、でもね、じっくり作っていただきたい。そう。なんか本当にね。うんうん。逆にあれですよ。せっかくね、期待の番組なんだから、はい、ユーザーの皆さんからいろいろ言ってもらえばいいんだよ。そうですね。内容に関して、こんな内容にしてよとか、うん、ね、僕はゲームのこういうところが良かったから、うん、こういうところはやってよとか、うん、ね、シナリオとして取り入れてよとか、うん、そうですね。ね、どこまで反映できるか分かんないですけど、きっと荻野さんが頑張るよね。いや、一言聞かなくだな。強気だ。最近荻野さんね、荻野さんと一緒だとね、強いのよ。強いよね。太陽かわす先が。やべ、逃げ切らんと、みたいな状況で。やっぱりね、ちょっとインチキ臭いんじゃないですか。うん、何してますやろ。あ、やだだ。あれ？あ、違う。あ、ね。来週も楽しみだな。うん、そうですね。いや、でもね、荻野さんと一緒に来ると、はい、本当にね、もっとなんかすごいたくさんの情報が来るじゃない？ね、ゴイさん。次週お楽しみに。はい。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。エクスプレスでした。アルフォーリッチレーザータイプ4ダイレクトオーディオ、エフペロ X ギターアレンジエディション、ゲーム音楽は CD で楽しむ、絶賛発売中。メディアファミリーバイハドソン。電話で声も聞けるし、メールで写真も見れるけど、早く一緒に歩きたいな。手をつないで。北へフォトメモリーズ、ドリームキャストにて発売中。早く一緒に。ゴイさん、荻野さん、どうしたんですか、このコーナーまで、うん、東京キャラクターショーあったじゃないですか、はい、あそこの会場でしか売れなかった、はい、期待グッズをリスナーの皆さんにプレゼントしようかなと思いまして、はい、さすがゴイさん、素晴らしい、会場でしか売らなかったその1、2枚セットのですね、はい、期待テレフォンカードですね。おサンプルも含めて、はい、こう刻印がしてあるんですけども、はい、1020枚しか作ってないんですよ。本当だ、ナンバリングしてある、はい、そのうちの2枚を、はい、はい、2つ、そうですね、2つ、ちょうど、はい、それから、はい、アイテムナンバー2はですね、はい、会場でしか売らなかった、はい、すごいですね、僕ね、はい、期待のですね、オリジナルうちわですね。あー、これは間めぐみちゃんと小鳥ちゃんが2人ツーショットで写っている、ね、いいでしょ、一応夏を意識して素材は竹にね、そう、竹がいいよね、はい、おかげさまで、はい、ね、お、これをそうだな、じゃあ3名様ぐらいにいきましょうか、はい、3名様、はい、はい、合計5名様です ね、 ですね、うん、お二人のサイン入りとかで、あ、そうですね、はい、はい、だけどごいさん、なんかこれキーワードにするっていう、うん、サクッと開けちゃうのもちょっと悔しいなと思ったので、あの欲しい方は、はい、来週の放送を聞いていただいて、何あ、引っ張るんですね、あ、引っ張るよ、今日はあげないと、来週を聞いて、来週キーワードを聞いて、それをハガキに書いて送れと、はい、引っ張りますね、よそでは手に入らない、そうですね、レアグッズなので、でね、ぜひぜひリスナーの皆様に歓迎したいなと、はい、はい、どうもありがとうございます、ありがとうございます。ではそんな全てのお便りの宛先をお願いします。はい、ね、はい、全てのお便りの宛先です。郵便番号 160-8000 に文化放送北へホワイトイルミネーション、それぞれの係です。採用された方には番組オリジナルのクリオネちゃんマグネットステッカーをお送りいたします。来週の放送は聞き逃せませんよ。はい、ですね。お相手は大谷育恵と千葉紗恵子とハドソンのゴイとメディアファクトリーの荻野でした。バイバイ。ドリームキャストアワー北へホワイトイルミネーション、この番組はメディアファクトリーとハドソンの提供でお送りしました。